パンの匂いがしたんだよなー、すごい。パンを食べてる感じなんです。実は天ぷらのサクサク感がないのが辛いんです。絶対夢に出るよね、こういうのって。そもそもチャップリンはエビの天ぷら以外も食べてたわけでしょ。剥がしたいね。エビを夏仕様にしたい。プロジェクト X。 お酒飲むか。いや飲まない。ギャル曽根さんとかって食べれるのかな。10尾完食。あと半分。半分じゃない。3倍と1プラ。1プラじゃないんだ。そういえばエビの天ぷら31尾欲しいんですっていう話をしたら、こんなにですかって言われて、わかりました、今作ります、5分ほどでできますって言われて、1個サービスしますって言われて、32あるんですよ。ちょっといいこと思いついたかもしれない。ここにあるって思ってるとね、あれだから、これね、こっちに持ってくる。2つ並んでる状態を常に作って食べていくっていうパターン。で、喋るとやばい、ちょっとやばい。きついぞー、やべえこれきついぞ、本当にきついぞ。嘘じゃない、本当にきついんだ。チャップリンになりたいんですよ。チャップリンのように短編映画を友達と一緒に撮ったり、文化祭でやったり、映画が入る時のオーディションでやったり、もうずっとチャップリンをやり続けてきてるんですよ。無理だと思ってるでしょ。あ、全部食べれないんだと思ってるでしょ。胃がね、別の方向に動いてる。動く腹がこう動いてる。なんか打ってくるってことはやっぱそういうことですよ。塩でいこうか。衣がやべえ。吉、やべえ。ごちそうさまでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11尾、食べました。チャップリンの記録30尾は私には無理でした。一気に食うっていうのはやっぱ厳しいので、明日と明後日でちょうど完食できると思うので食べたいと思います。まだチャップリンにはなれませんでした。ご視聴ありがとうございました。